呼吸の法と構えを見ていただきたいんですけど、呼吸法を間違っていたんです。お腹に溜めて、まあ、脱出するときは縮めてみたいな。で、ジュルさんのホームページに行って違うのかと思って、まあ、意識はして、でもエラ呼吸できないでしょ。エラ呼吸はできない、うん、だからなんかあっての間違ってるっていうかは、うん、実際みんな多分肺呼吸と皮膚呼吸ちょっとぐらいしかできないはずなんで、意識が、はい、違ってたら、ね、ショックを受けて、うん、でそのエラ呼吸できる人いる魚人ワンピースの世界か。肋骨を開いて動かすって意識はしてるんですけど、それでいいのかどうなのかっていう、合ってるかどうか自分で。やっててやりやすいですか、拭きやすいですか。やっぱりずっと何年もお腹を意識してやってきてるので、拭いていくうちにお腹にこう意識がいっちゃって、ことがあるんですよ。お腹に意識が行くのは別に悪くないですからね、はい、うん、問題なのは肺に空気が入るのに、うん、お腹に入るんだって本気で思ってるとか、うん、あるいは肋骨が動かないと動く気吸えないのに動いちゃいけないと思ってるとか、うん、肩を上げちゃいけないとか、そういうのが呼吸の能力を阻害するからいけないわけで、阻害されてハッピーならいけなくないわけね、うん、なのでまあ見てみましょう。実際ですね、うん、でそういうのもあって、あんまり音が響かないと思っているんです。じゃあ目的としては音をもっと響かして、はい、わかりました。じゃあフルートの方が響いたかどうかって分かりやすいので、フルートで先やっとく。そうですね。あとピコロは高音があまり楽に出せないので、うん、響き呼吸はちょっとフルートからやってみましょう。はいはい、ちょうどいい。すごい緊張するんですよ。普通です。そうなんですね。それもなんかどうにかならないかしらと思って。なんないですね。諦めます。諦めてどう演奏するかを早く考えてますね。無意識なんです。どっから行く。ここはソロ。ソロの、分かりました。気楽にどうぞ。
まあ、そこにある口に楽器を運んで、どんな音鳴ってるかな。はい、聞こえる雑音は減ってます。構えとかが違う。そうです。変えたことは構え方。その構え方というのは吹き方で、この吹き方をするとこういう音になった。その変化が気に入ったら、そういうことを再現したいから、こういう構え方を意識して採用していこうと。左を向いて、そこに楽器を持っていつも足開くんですけど、どうぞ開いてください。大丈夫ですか？開いた方がいいと。背筋が伸びます。誰が言ったその学校で教わりました。学校でっていうか、クラブの、よく言ってないですよね。言ってないです。だから手筋問題、次のテーマなので、すみません、先走りました。左見るテクニックは、採用不採用保留どっちですか？採用です。よし、じゃあ次です。じゃあ背筋曲げてください。曲げる。言うと猫背。猫背。はい、もっと。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 いいですね。こんな感じですか？音がどうなるか聞いといてください。私これダメだと思ってました。いい、うるさい。音聞いて。吹きやすくて音がいいから黙ってやるあ、黙れていいじゃないですか。あ、大丈夫です、うん、混乱する気持ちはわかるけど、うん、猫背だからとかじゃない、それただのラベリングなんで、体をどう使ってるかって言ったら、楽器から体を引き離していいことなんか僕は思い浮かばないから、論理的に考えてもね。だからそういうことをやってたんだとしたら、その逆方向をしばらく取り入れていかないと、どうしても引き離しをやっちゃいますよ、ね。うん、猫背っていうのはやった結果の印象へのなんていうのかな、判断を伴うラベリングだから、うん、なんていうの
僕に対して茶髪っていうようなもんですよ言われたけど握っとんのみたいな小学校の時言われた地毛やわみたいないや本当の話ね生きてないじゃん別に地毛ですか地毛だろしでもそれで茶色だっていうのは事実じゃないですかけどそれを悪いことで生きてやがるみたいなことなんですよ猫背っていうのも曲がってるっていうのは曲線を描いてるっていうのは事実だけど音楽家は吹きやすいかな音どうなるかなの判断であって見た目がどうかじゃないかさあもうちょっと進めていきましょう今採用した2つのことによって今度もうちょっと息をねたくさん吸いやすくなると思うので肩が上がってもいいからちょっと鼻から息吸う練習していきましょう茶髪そこを乾いてゆっくり鼻から吸ってそれ肋骨の脇です吐いてそうそう吸ってそれをちょっとわざと多めにやるっていうのを3つ目加えていきましょう。じゃあ、まあもう左に手あったので、左、茶髪、猫背なんですけど、深い曲口に運んで、今やった肩が上がってもいいから、肋骨をしっかり動かして息する動作で、それを受けましょう。その運動をマックスまでやれば鶴太郎になるタイプの運動をする程度は自由もう必要に応じていろんなものちょっとだけの方がいい時もあるだろうし今みたいに結構やった方がいい時もあるかもしれないし16拍間伸ばし続けるみたいになったらもう本当鶴太郎を目指さないと持たない時もあるかもしれないし腹筋は胴体を曲げるか、まあ斜めの腹筋の方でこう曲げることと一緒の話だけどねじることかお腹をへこませることかのどっちかにしか使えないんですね。で呼吸に関連があるのはへこませることで本当にへこませることにそれ息を吐くことです。そのためにあの腹筋を積極的に使ってください。わかりました。じゃあyeah
4つやったことからちょっとやっていきましょう。いきなりピッコロに応用、ビフォーアフターに比較せずに、はい、あ、茶髪抜けてる、茶髪左じゃない、茶髪左、ね、うん、そうそうそう、で、それ肋骨動かしてスツルタロライザー、あ、でもそれは吹かないと猫で、そう、呼吸した音とか普段と比べて何か違いありますか？ハイベーはもう息をふわっと勢いで上げてっていう感じだったんですけど、今そんなに勢いはつけなくて、じゃあね、ちょっとね、誰かな、小さいじゃないですか、はい、やっぱ口に合わせるっていうことの感覚がね、大きいブルーとかちょっと変わってくるので、もう少し意識的に右手をこう前に出してあげる。そうするともっと左見ることになるかもしれないけど、右腕を前に。私、こっちが、この胴体からこう向いてたんですね、今まで。うん、違いますよね。胴体まっすぐで首だけですよね。うん、あれ右腕前。そうそう、そっちそっちで。それで拭いててください。ちょっと右腕を前に。される感じ、これがどんな楽器でも響いてる音の性質です。これを覚えたりすると、うーんって押される感じ、あの響いてる音ってそういう音になります。どうでした、聞き心地とか。なんか音が太いっていうか、うん、響いてる、うん、聞こえました。響いてると太く感じます。太く聞こえます。なんかいつもと間違う、ハイベイに上がるときに、はい、口動かす必要あるかもね、うん、ちょっとね、口のウォーミングアップしとこう。強くこの辺とか顎とかも動かしておいて、ノリロリララっていう時に、はい、なんかこの辺ムニュムニュってなんかアリダリラ高音に行くにつれて、より何かする、何したいか僕も分かんない、何かやる、何かもうちょっとやって、その時鶴太郎になりますか。それはもう前提として採用してありますね。そう、そのソロの動きですね。キーンってした。すみません。高音の方が息が上向くみたいです。見てると。はい。だからこういう動きですね。こういうの。ちょっと顎が前に出て、少しね、下唇がちょっと前に出てくるような動きをなさってます。実際。はいはい、うん、それをもうちょっと多めにやる。そうそうそう。多めに。
それです。その音。曲通り。はい。2、3、4、うん。そういうこと。今吐いて捕まえられたの分かった、うん、太いですね、結構高い音だけど、これはホールでよく聞こえますよ、うん、キンキンしてるというかガツンってくる感じに変わってきたので、うん、もう一回行きましょうか、はい、その先まで行きます、はい、高い音に行くときにその息が上よ相対的に上に、より上を向くような口とか顎を動かします。1、2、3、4、フッ、綺麗ですね、はい、そうそうそう、バッチリ、うん、響きがこうずっと一貫して始めました。じゃあまた呼んで。来年はあのホルンだけの一日っていうのはほぼ決定してるんですけど、ホルン以外の人も来たかったら呼んだり声かけたりとかやってくれると実現しやすくなる。あれ学校を教えに来てほしいとかね、なんかあるいは、学校単位じゃ呼べないから連名で呼んでほしいとか、なんか言いまくったら実現しやすくなるので、金髪なんですね、猫背にそう、うん、どこで出してもっともっとやったほうがいい、ちょっとまた後ろに始めたから、またこうだと思う、そうそうそう、そっちにひねって、そうそうそう、早く行ってきて、楽譜が1、2、あ、引いた、もうちょっと、もうちょっと、これも、そうそう、1、2、3、4、5、うん、いいな、あ、よく響いてますね、残響が、うん、本当に真横、うん、でしょうね、なんですね、こうやって吹く、でもピッコロの人多いよね、言われてみたら、こういう感じで吹いてる人、フルートよりこうなので、フルートよりその正面向いたままだったら左にあるものを口にくっつけるときに右後ろひねりになるわけです。でも上に持ち上げるときにね、ひねりが強く入るんだけど、顔をあらかじめ左に向けといたら物の持ち上げは垂直で済むわ。多分大きい楽器だとこっちはちょっと動かしたらそのなんていうか作用点距離なんかあったじゃないですかこっちのちょっと動き遠いとこほどより大きな動きになる。これの度合いがピッコロより少なくて済むんだと思う。こっちはちょっと動かしたらうっとだけ、ピッコロはこの距離が近いので結構動かさないとマウスプレートは口の方にこうやってこないっていうことだと思いますね、うん、5個採用、ここも採用、6個か、これとこれだから、ピッコロいい、ちょっと詰め込んだので一回ここでちょっとこう間を取ってみて、あの講座中今のレッスンに関して出てきた疑問とか確認点があったらいつでも聞いてください。はい、わかりました。で、ここで聞いた。はい、どうもありがとうございました。